ここでちょっと一休みでもして、うお、今まいない強烈な気配が、あでっかいお餅2個を七輪で焼いてるところを下から見た光景かな。ゴーヘル号を突き落としていこう。はい、勝ったー、よっしゃー、いただきました。あ、次も俺らのところ関係あるで。岸地工房から女札油、なんで、なんて読むこれ目札油、うん、なんかすごいえげつない名前のもんを奪おうとしてるんやな。どこ、これか BCA、2500円だったらなんとか、ただし属性が合うやつがおるのか。属性が合ってないけど基礎スペックが高いこの子をぶつけてみようか。うん、あ、運だけこれはメズパイイベント。トモリ、昼飯はなんだ。買ってきたお蕎麦の消費期限がやばいんで。なぜトモリが先に出てきたんだ。麦、蕎麦か、安物でも蕎麦はいいな。具はなんだ。ん、大したものないですよ。かまぼこと商店街でもらってきた天かすです。どっちかって言ったらうどんっぽいな。さすがに肉そばとかは期待できんか。まあ何も入ってないよりはマシか。八代さんのは袋2つ入れてあげますね。お、量があるのはいいな。おにぎりも作ってくれると助かる。はいはい。ね、どうしたんですか、いきなりキョロキョロして。いや、なんかここ最近なんかどっかから視線を感じるというか心当たりがある。その犯人に心当たりがあるな。誰かの恨みでも買ったんじゃないですか。物騒なこと言うなよ。あ、八代じゃん。全然メズパイでも。おお、一ノ瀬、なんだ、外回りの途中か。ちょっとあちこち行かないとダメでね。だから今日はそっち行けないかも。ああ、それは別に。こっちも備品の買い出しとかでバタバタしてるし。それならよかった。明日は昼からそっち行けると思うから、ご飯用意しててね。俺じゃなくて、トモリに言えよ。てっか、外で食えよ。いいじゃない、別に。あ？どうしたの、急にあたりを見回して。なんか視線を感じるというか。誰かの恨みでも買ってる。なんでトモリとも一緒のこと言ってんだお前は。トモリと同じこと言うなよ。てかさすがに恨み買うようなことしてないぞ。本当に。いえ、すごいいい顔してんな一ノ瀬さん。ブルンブルン一ノ瀬。多分。ま、気のせいじゃない。それじゃあ私急ぐから。じゃあね。じゃあな、ブルンブルン。おう、またな。やっぱりまた見られてるような感じが。気のせいならいいんだが。あ、八代ではないか。あれ、なんかこの二人の組み合わせはなかなか珍しい気がするけどね。本当だ、なんかやつれて見えるよリーダー。なんか今日は外でよくうちのやつらと会うな。てかそんな扱えてるように見える。うん、なんかあったの。実はここ数日ずっと視線を感じててな。それで気遣いしてるのかもしれん。どうせどこぞで恨みか。そんなに恨み買うような人間に見えますか皆さん。なんかみんなそれ言うけど、俺のことどういうやつだと思ってんの。まあ疲れてんなら戻って休みなよ。私らは買い出し行ってくるからさ。あ、ああご苦労さん、そうさせてもらおうかな。公園来た。ふう、やっぱずっと見られてる感じがして息が詰まるな。ここでちょっと一休みでもして。うお、今まいない強烈な気配が。やつしろ。あでっかいお餅2個を七輪で焼いてるところを下から見た光景かな。あー、どえろいどえろい、こんなでかいにでっかいおっぱい2個が並んで、どえろいどえろい。ちょ、メズ、怖い怖い怖い。
てか、この間からずっとこっち見てたのはお前だったのか。八代様が全然お世話させてくれない。仕方なく遠くから眺めておりました。エロいね。君何をさせてもエロいね。道理で何かの資格かと思ったじゃねえか。どうしてお世話させてくれないのですか。いやいや、最近ちょっと圧が強いというか、今もだけど、特に父圧が。そんな風にガッツかえたらちょっとな。私のことが負担になっていたんですか。負担とまでは言ってないぞ。お世話してくれること自体は大変ありがたいし。それでしたら今まで通りに。表情よ、表情がいいねこれ。そういうところだって。さすがに食い気味にお世話しに来られるのはこっちも身構える。そういうものですか。何をするにも手取り足取りってなってくるとやっぱり厳しい。でも私はお世話したいです。八代様のお世話。行き過ぎたメイドの心が宿ってきているな。ここのところは全然お世話ができず、何かこう自身が抑えきれなくなっているような気が。何欲だ、これは何欲って言うんだ。禁断症状みたいになってるじゃねえか。オーラが見える。お世話、紫のオーラが見えるよ。メズパイ。怖い怖い、息が荒いって。お世話したいのに八代様は私に近づいてくれません。まあなんだったら俺も君のおっぱいのお世話したいけどね。ちょっと無意識に避けてたところもあるか、悪いなとは思ってるんだけど、さすがにこう四六時中となるとな。お世話やばい。お世話、あおー、同人誌みたいな顔になってるからな、お前。おい、今日の侍これで決まるな、お前。なんかちょっとトリップ仕掛けてるな。オーバードーズしてるね。愛がオーバードーズしてるね。なんか身の危険を感じてるし、この場は離れた方が良さそう。ここでなんかあったら、囚人監視の中で、強烈なお世話されかねん。一生分のお世話って言葉を使ってるな。スワンメズ、先に事務所に戻るな。やべえロボットだわ。あ、 HP0 でも耐えることがある。気合の鉢持ち切りな感じや。でしたら、これでいい。お、声だ声だ、十分いけたな。属性が合ってなくても OK。 あ、制圧じゃ。いい感じに取れよんな、ここ最近で。次はレティクルとキシチの一騎打ちになるんで、俺は関係なくなった。さてストーリー進めるか。旧市街やな。どっか旧市街、どっかあった。お、新エリアで。水害により壊滅したと伝えられるゴミや亡者がよりくい、よる、よくより、よく噛むな、今日は。結構と亡者3人ぐらいおるかな。シケモリに次ぐ新しい亡者スポットになるかな。経験値少ないけんな、しけもり。経験値稼ぎと並行して行えるのが痛いんよな、文字集めが。おー、なんかゾンビとか出てきそうな雰囲気。田舎っぽいな、確かに。ひなみざわみたいな感じになってるんやろ。さて、今日の狩り場はここだ。ここはなんだか。ともりちゃんがもう開幕からゾゾーっていう顔になってますけど。廃墟みたいじゃなくて実際に廃墟だな。昔はここが地獄の中心街だったの。でもサンズの川が大荒れしたことがあってね、水害で壊滅しちゃった。サンズの川という割とえげつない言葉出てきますけどね。氾濫するサンズの川とか聞いたことないですよ。
実際あったんだからしゃあない。ここは亡者のスポーン地点でもある河原に近いから、連中がさめおって特着することがよくあるんだ。だから狩り場のスポットとしてはありなんだが、じゃあなんでここまで来なかった、よくこの辺なかなか来なかったのかって話ですよ。あんま来てないで、あんまってか来たことないもんね。ありだけど、何ですか？まあ単純に今の中心街から遠くてな、面倒なんだ。ああ、確かに今日もそこそこ歩いてきましたもんね。ああ、ただそれだけか。まあ確かに近所のスーパーにいいところがあったらそっちに行っちゃうもんね。ちょっと遠くてコストコみたいなすごいでかい店があったとしてもさ、近くで済ましちゃうよね。車で乗りつけられればいいんだけど、廃墟だから道路も瓦礫まみれでね。あー、アクセスが大変だよな。他から入ろうにももっと足場の悪い瓦しかない。亡者を買っても持ち帰るのが面倒大変だから、ほとんど人気がないスポットなんだ。なるほどね。ヘリとか欲しいな、ヘリコプターとか欲しいな。これだから一人でも多く捕獲しようとしてここに来たってわけです、ね、たくさんはおるけんやな。大変でもそういうこと。それにここなら多分他社と勝ち合いにくいそうだしな。なるほど。でも私たちは持ち帰りをどうするんですか？ネズちゃんとお侍さん、それに八代で結構運べるし。さりげなく八代も混ぜてそんな笑顔になるのやめてもらえませんか。この間開幕した台車車がちゃんと返さなきゃダメじゃないですか。開幕って言っちゃったからだ。確かにさらっと開幕って言っちゃったからだ。お前ルール守る割にはそういう人間としての基本ルールは守れてねえな。まあまあ使ってなかったものを俺たちが有効活用してやってるんだからいいだろう。なんかドキュン動画、なんか YouTube のドキュンの動画とかで見かけるさ、うん、それちょうだい、私が作ってあげるとかさ、上から目線でさもらおうとするクレクレママみたいな感じになったりやないか。完全に盗っ人の言い分だ。もうちゃんと返してリアカー買いましょうよ。もう通称クレクレのやつしろになるぞお前。そのうちこっそり返しておくって。よーし、あんまりくっちゃべってないでそろそろ探索開始といこうか。新エリアだ。その噂通りに亡者がたくさんおってほしいなっていうところですが、とりあえず下にアイテムがあるんでそれ取りたいかな。めっちゃ道分かれてるね。さて多分亡者の戦闘力も上がってきとると思うんで、ちょっと全体攻撃を多めに織り交ぜていきましょう。あれ亡者の素早さも上がっとるか。あれ一体も倒せんかった。あれだけ全体攻撃があったのにである。けど攻略が低かった助かったな。そんなに HP は削られてないか。ちょっとメズパイがちょっと減ってますね。お役に立てました。まあ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 、わあめっちゃ経験値が多い。めっちゃ経験値多いわ。そのせいでさ、今ダメージ食らった分全部長期死になったからな。素晴らしい、いいですね。道なき道はさ、いけないよね。なんかバールっていうアイテムが手に入ったけどさ、それでも超えられる場所か、ここは。あーやばいやつ、強いやつ来た。ちょっと強めの攻撃ぶつけていくか。ファイヤーソード、あ、ファイヤーソードダメージでかい。デバフもちょっとぶつけておいて、敵一体とはいえちょっとぶつけ気味の攻撃でいっとくんですけども、これで半分。さあ敵の反撃がどれぐらい入るか。あ、なんか思ったよりは攻撃力高くなかったな。それでも半分削れておけ、強いでは強いんですが、もうちょい来るかなって俺はちょっと思ってしまっとったな。一ノ瀬さんのデバフが効いとったかな。チューンしとこうかな。これ倒しつつのチユが倒せてないね。倒せてなかったわ、全然ちょっと届いてなかったわ。じゃあ残り削って終わりと。
経験値入るね。いいね、経験値。え、もうじゃ下におる。あー、あれ下ルートかー。下ルートかーって言っても、まあしゃあないな。はーい、仕事だ仕事だ。数多いな。ここはちょっと全体呼吸ぶちまけて、ちょっといい感じにやっとかんかったら倒しきれんぞ。反撃が痛い感じやな、おそらく。これで全滅させたかな。よし、きっちり。あ、後から出てくるパターン。とはいえ、ちょっと省エネもしておきたいんで、単体攻撃を混ぜずというところ。一体残ったけど、まあ一体ぐらいはや。全員高い、全員にこれやった。まあダメージ下手やけん、まあええか、ええか、そんなにダメージ下手やけんええかって。まあこれで倒した。この緑色である、なんかわさび食べすぎたんかなって。ゴミになってわさび食べすぎたんかなって見た目になってる。あー出たなー。ちょっと特装使ってもええだろ。パージも使ってしまおうか。もう異常説の上着脱いだ姿が見たいがためにパージを使っても一つの手であります。それぐらい。さすがに一旦とはいかんかった。トモリがアップを食らう。まあ、一発で死なんことは分かっとるけどな。できればメズパイの回復が間に合ってほしいが、間に合うかな。間に合わんかったなこれ、残念。あーでもトモリレベル上がったけん回復しちゃったね。レベル上がるのいいな。レベル上がった時満タンまで回復してもらえるシステムありがたいな。これは真ん中のアイテムを回収しよう。おあつらい向きだ。はいはい。あ、イベント来た。そして亡者も来た。ここでイベントなんだろうな。またなんか同業者の人おるとかやらないだろうな。なんかそういうの嫌よ。確かにこれはそうだな。だろ。さすがにちょっと言っとくか。まあ社長さんよ。これちょっと見てみろよ。なんか見つけたか。なんだよ、二人でしゃがみ込んで。地面なんかより遠く見て亡者探せよ。いいから黙ってここ見てみろって。しゃあねえな。あれ、これは誰かの足跡だろ。しかも複数人だ。あ、誰か来とんでないか。結局河原の方から土手を通って入ってきたんだな。河原の方から。アスファルトの上に土だし、そんなとこだろうな。さっきは他者と勝ち合いにくいとか言ってて、早速これかよ。くそー、一番乗りじゃなかったか。そもそも穴場は真っ先に狙うものでは。まあ来てしまったもんはしょうがね。注意で進むことに。おい兄ちゃん。ここで何やってんだ。見たことある顔来たよ。ここはレチクルが。見たことある顔は、見たことある顔パート2だよ。ちょっと覚えたよ。桃なはずなのに、ちょっと特徴が少ないはずなのに、なんか覚えちゃったよお前らの顔。げっ、酔いによってレティクルかよ。半分けしてあちこち行ってるって言ったもんな。お前らこんなとこまで来て横取りかよ。半分けしとんのに、なんで同じ班のやつが来とんだなって思う。先日負けた連中が何か言いよるわ。てめえらまた負けたくなけりゃさっさと帰りな。だとこれ調子に乗り上がって、どこ行っても喧嘩になるやん。もうこれ、うちの人数も多いからな。ぶっ潰してやるぜ。わざわざ たきつけやがって。面倒だがやるぞみんな。みんな、ああ何を騒いでるの。カンナトさん来ちゃったんじゃ。ああ、ほんまに絵になる人だわ。カンナトさん、お疲れ様です。怪しい連中を見つけたので。怪しい。あら、八代さんじゃないですか。あ、神奈津さん、今日は現場にいらしてるんですね。そうなの。こうやって一緒に回ってあげて、手をあげてあげなきゃね。もう自分の立場が分かってらっしゃるな。ていうか、
八代さんもここに来たってことは考えることは一緒なのかな。そうっすね、ここなら亡者の数もそこそこいるんじゃないかなって。さすが八代さん、経営上手なんですね。うちの者が迷惑かけてませんか。めっちゃ襲いかかってくるんですけど、やめてもらえませんかね。いえいえ、特にちょっと挨拶してただけですよ。おいおい、ごまかすな。俺らの島荒らしに来たくせに。待ちなさい、何を言ってるのかな。いえ、まだこいつらが邪魔とか横取りしてくるんじゃないかって思って。覆いかぶさってくるのはお前だろうが、お前らだろうが。ダメよ、今は参考が始まってどの会社も大変なんだから。こういう時こそお互い仲良く協力関係でね。そうだよね、ガンダタちゃん。ヤスロさん、皆さん失礼します。ああ、適当に頑張れよ。くそ、今度会ったら覚えとけよ。聞こえるぞ。それじゃあ私も失礼しますね。八代さんもお気をつけて。はい、そちらもご安全に。ふう、一戦交えることにならなくてよかったぜ。つまらんことで消耗したくないしな。ちゅ、面白くねえやつら。確かに、いらん体力を使う必要はないからな。ちょっと八代、ついてきてないから何事かと思ったわよ。離れるなって言ったくせに。おお、すまんすまん、ちょっと同業他社と勝ち合ってな。同業他社？どの会社？この匂い。なんで匂いでわかるんや、お前。なんでカンタトさんの匂い頭にインプットされたんや、お前は。え、そんなのわかるの？残りがが漂ってる。残りがって。間違いない。うん、よっぽどカンタトさんに気がある男でもないとそんなんでわからんだろう、お前。うん、ちょうど今、挨拶してたところだ。現場に出てくるなんて珍しいな。まあ社長がいるなら従業員もおとなしくしてるだろ。勝っちゃってもバトルはなさそうだ。そうだといいけど。ほら、みんなのとこ戻るよ。お、ぼんやりしてる暇もないしな。どうしたキリク。なんでも、ああいう匂いの女は好きじゃないだけ。なんだ、神田さんのことを何か感じ取ってんのかな。問題ないって、あの人は悪い人じゃなさそうだって。香水？どうかな。香水のせいだよ。さあ、もうじゃ炙る感じでいいです。炙る感じでお願いします。全員秒殺パターンで。おら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 。そして最後にビリ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 。よっしゃ、これでいい感じに全滅させたと思ったら1体残ってる。微妙に1体残ってる。さあ、中央前残りの1体よ。オーバーキル。よっしゃー。宙に浮いてる時にはもう死んどったはずなのにさ、メズがとどめさしたような感じのごとくこう画面にドカーンと出てくるからね。多分お前やらんでもすでに終わっとったんちゃうかなって。いらっしゃいませ。ここも多いな、人数が。ああ、まるまる残ってしもた、ミスター。あやー、 HP の少ない講師がやられた。講師がちょっと HP そんなに高はないですからね。ちょっとアイテムの配分で講師がちょっと HP がそんな上げれないんですよね、残念ながら。そう、亡者おった。確かに亡者の人数多いイメージあるね。多い感じがするねって。チャミチャミ使ってもええだろ。チャミ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 パックンチョ。
おどれ粗大ゴミがやっぱ硬いな。こんなに硬いっけってぐらい硬いな。これ使ってもいいか。耐性が強いな。でもいけー、ほう、あーちょっと残った、惜しかったな。まあこれで終わりか。よし、いやレベルあるのは結構。おイベントが目の前に。でもその前に一回戦い、またお前か。これはまたできれば戦いたくないレベルのやつやな。ファイナルトモリーはちょっと次のビックリマークで温存しておきたい感じがするな。だったらここですね。これでアタックがマイナス 20% されとんでね、反撃食らってもそんなに被害ないでしょう。で回復もちょっと折り混ぜといて、 HP 減ってるメンバーは今のうちに回復を入れておきたい。よし、というわけでなんですけど、ちょっと回復を手厚くやっといた方がいいかなと思う。ちょっと強いやつができそうな気がするけんな。どうやったっけ。これでいこう。またレジ来るかな。なんだ、 MO でも見つけてからか。いえ、あそこにいるの確か岸地工業。岸地の方か。ありゃゴズじゃねえか。なんだよ、結局どっちの会社とも鉢合わせじゃんか。勝ち合わない穴場って言ったの誰だ。バッチリさ、トップ2が来とるわ、2トップが来とるわ。お前うっせ、みんな来るってことは獲物も多いってことだろう。そうかな、収穫としては普通じゃない。むしろ運び込むのが大変っていう話で。グギギ、まあなんもないよりもいいだろう。ちょっとそれより見てください、コズさん、化け物に囲まれてますよ。え、なんだよあいつ、いつも威勢いいくせにヘマこいてんのか。さすがに見て見ぬふりはできないでしょう。助けに行かないと。しゃあねえな、まあなんかあったらジャズさんに申し訳ねえしな。そろそろ団体さんがやってきたと思ったら、クソヤツシロじゃねえか。あれ割と余裕じゃねえか。スルーしてもいいんじゃないかな。金魚の糞も引き連れてこんなとこでお散歩か。クソ、あいくらずぶかつく野郎だ。なんかピンチっぽいから助けに来てやったんだよ。感謝しやがれ。ピンチ、はあ、誰が。どう見たってゴミに囲まれてるじゃねえか。強がり言ってないで助けてくださいって言えば格安で助けてやんよ。のことか。まあ囲まれてるように見えるわ。なんだ、何か余裕がある理由があるってことか。誰がクソに助けなんか求めるかよ。なんだと、ふざけてるならもう行くぞ。まあ待て待て、ちょうどいい試し相手じゃないか。じゃあちょっとやってみるか。何の話だ。八代さん、化け物が全部こっちを向きます。あれ操ってんの。うわ、なんだこれ、こっち来るぞ。よくわかんないけどやっしろ。お、提言する。操ってんのか。マジか、そんな技術を。わあ、真ん中にお前おる。操ってるやつが変わっただけでって感じやな。これいつも通りさ、ゴズを早めに叩いた方がええ感じのところもあるけど、とりあえず全体攻撃で前のやつも一緒に潰すようなスタンスでいった方がいいかな。強い技ぶっぱで、とにかく全体攻撃全体攻撃。じゃ
多分ゴズがデバフをかけて、なんかしらのバフをかけてくるのは間違いないと思うけど、とりあえず周りの4体潰しておきたいところかな。前の4体は普通に倒せるな、この感じ。あーてかゴズ自身も結構 HP 減ってますけど、あ巻いたんで出る感じなん、もしかしてこれ。じゃあいいだろう、マイターンやってやるよ。ファイナルともいライド。これハロツキが威力高いんやな、全体攻撃。じゃあ出てきたら出てきたで全員やってやるよ。ファイヤーライザーソード。なんか新喜劇みたいな図工で倒れ方したぞ今。前の奴らも一緒にず、あれゴズ死んだ、ゴズ倒れとる。思ったよりゴズが死ぬの早いんちゃうんか。でもゴミも結構後から押し寄せてくる。まあゴミはゴミなんでね、そんな問題なさそうような気がするんですが、思ったよりゴズ倒れるの早かったな、あれって思ったわ。あ、わたわた、ボスかって言ったらそうでもないから、ちょっと数が多かったぐらいの感じでしたよね。ちょっとびっくりしたな、あんだけゴミが押し寄せてくるような技術を何かを作ったのか。はあ、はあ、くそ、どうなってんだ。化け物が次から次に、こんなのこっちの体力が持ちませんよ。なかなかあがき上がるじゃないか、ちょっとだけ見直してやるよ。そりゃあどうも。おいみんな大丈夫か。こっちは大丈夫だけど、後ろにもゴミがたくさん、戦っているうちに囲まれてるよ。周囲の敵がすべてこちらに集まってきているようです。これくらいなら対処できないこともないけど、さすがに骨が折れるね。何なんだこれは、何なんだこれ。こんな状態なのにゴズは襲えてないし。ゴズ様から不明な信号を検知、何かの装置を使用している可能性がある。ゴミにこちらを認識させないような何かがあるの。わあ、なんかバイオハザードで発達しそうな技術やな。ちょっといいものを見つけたから、そのお試しをしてやってるのさ。どういうことだ。旧監所のお宝はそこのデクノボだけじゃなかったってことだよ。何、あそこで他にも見つけたっていうのか。もうわかるだろ、ゴミどもを操る方法だよ。案外こっちの方が役に立つかもな。化け物を戦力にするなんて。おっと、卑怯なんて言わせないぜ。そっちのクソ社長も似たようなことやってるしな。亡者を戦わせるってこと。亡者を引き入れてよ。亡者を地獄に送らずコキ使っちゃいけないなんて決まりはねえからな。俺たちも同じことしてるってだけだよ。やつしろさん、すごい数の化け物が集まってきてます。どうするリーダー、これ以上集まられるとやばいよ。つどうする、逃げんのか。クソやつしろ、逃げる、誰がそんなことするかよ。ちょっとやつしろ本気。よーしおめたち、今日はもう定時だ、引き上げるとするか。侍のおっさんとメズを先頭にして一点突破だ。この、しんがりは俺がやるから全力で走るぞ。うるせえ、次やったら絶対キャン言わせてくれるからな、覚えてるけ。やっべえもん、腰上げてきてんな。撤退アイテムを回収して撤退。これは良いものです。あ、でも戦うことにはまった。やっぱ経験値が多い。あ、亡者を回収して、これで3人目じゃ結構多いな。評判通り、これはいい感じに期待できます。言いたいのこだ。あれ、講師そんなに HP 減っとったっけ。やべえ、復活アイテムもうないぞ、残念ながら。復活アイテムもなかなか貴重やけんな。
まあとりあえず終わったけん、よしとしようか。しかしゴミを操る装置とかすごいえげつないものを使ってくる。ただいま戻りました、兄貴。やあお疲れ様、ゴズ君。それで守備はどうだった？今日持って行ったあれ試運転したんだろう？ええ、バッチリうまくいきましたよ。あいつら一心不乱。なんか容量を得ないけど、まあうまくいったならそれでよしとしようか。あいつらのテンパった顔といったら、ここ最近で一番のスカッと案件ですよ。そう、ムカつくな。ま、そのことは置いといて、ゴズ君、運用時について何か問題点などはなかったかな？確かにゴミを操れるってのは戦力になります。でもゴミは所詮ゴミなわけでして、火力を出すにはその分数が必要なんですよ。まず数を集めるのが面倒ってところかな？その通りです。場所によってはゴミ自体が少ないところもありますし、今回は日頃から手が入ってない場所でゴミもたくさんいたから良かったですけど。うん、その点は運用時に注意するとしようか。ま、操作なんかに問題がなかっただけで上出来だ。そうですね、装置の出力も申し分なかったように思います。どのくらいの範囲で効果が？装置を中心に50メートル内ってとこでしょうか。50メートル。なるほどなるほど、それだけあれば割と広いよね。まあゴミの操縦にそこまで効果がなくとも、うちにはまだ他の手が。まあなんかあるんや。失礼いたします。ジャズさん、夜分遅くに申し訳ありません。おっと、噂をすればその他の手となる。なんか取引やってるんじゃ。ゴズ君、今日はもう上がっていいよ。なんだかよくわかりませんが、それじゃ失礼します。お疲れ様でした、兄貴。はいはい、お待たせしました。それでお話というのは？はい、うちは今清掃とは別の仕事で食いぶちを稼いでいてですね。はいはいはい、分かっておりますよ。先日出た新しい朝礼で、ああそうやな、参考で、そう、3社に漏れた、3社に入れんかった会社がちょっと大変な目に遭っとるけん、そうなってくるのか。そうなんですよ。それでうちにご相談というのは？何かやべえ取引が行われようとしているな。チャプター17、隙間商売。ふむ、参考の朝礼が出てからようやく初めてのデータが送られてきたぞ。ご丁寧に比較データまで作ってある。どれどれ、どう変わったかやな。ほう、どのクソでも増加している。これは素晴らしい成果ではないか。ちゃんと空洞率が上がってしまっとるんやな。うむ、ここもここもか。人気のなかったクソの稼働率まで上がっているな。こうしてデータだけ見るとこの地獄にも活気が戻ってきたと思う。ああそうなってしまうのね。狙い通りになったんやな、結局のところ。これは本当に上部の意図通りに運んでいるということなのだろうか。ん？だが急激な変化によって圧力などが生まれたりはしないだろう。してるね。ならさっき、ちょうどさっき謎の会社の取引が行われてるから、そこでなんかまずいことが起きるかもしれないね。いいことばっかり見てたらちょっと痛い目に遭うかもね。課長は無言のまま資料を机に置くと、椅子の背もたれに体を倒した。すみません、少しよろしいでしょうか。あ、この声は神田さんで。どなたかな、構わんよ。失礼します。は、課長さん、こんにちは。交代目で入ってきた。おお、君はレティクルの神田さん。多分課長の鼻多分伸びてますね、これ。鼻の下伸びてますね、これ。鼻伸びたらおかしいよ。ピノキオになる。課長さんの方も精が出ますね。いやいや、私は資料を見るぐらいのもんでね。
楽な仕事ですよ。まあ神田さんが目の前に来て違う意味で精が出てますよ。羨ましいな。最近は現場巡りも多くてですね。参考のせいで忙しくさせてしまいましたな。すみませんが、これも地獄の。しかしこのタイミングで神田さんがここに来た理由は何だろう。いえいえ、そんな。お気遣いありがとうございます。それでその参考ですが、いかがでしょう。今までと違うとか、そういうご意見が聞ければ。そうですね。実は参考ってどうしたらいいか分かんなかったんです。でも今はシステムも理解してなんとかって感じで回してますね。はいはい、それならよかった。他の業者の皆さんとはどうですか。今のところは仲良く仲良くって感じで、みんなうまくいってると思いますよ。嘘つけ。どちらかというとあんたの部下たちがさ、敵に丸出してこっちに襲いかかってきてるわ。仲良くですか。はい、そうです。結構結構、それなら何よりですな。先ほどデータの方も上がってきまして、区所の活性化も順調のようです。騙されるな。このまま引き続きお願い。何かやるぞ、レティクル、何かやるぞ。これお任せください。うん、のんきに星なんかつけてるんじゃねえよお前。ああ、そう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 、ここ問題ですよね。何を言いに来たんだろうな、このタイミングで。私ったら重要なことを忘れてました。ちょっとジョローグムのことについてお伺いしたくて。あ、ここに来てジョローグムのことを蒸し返す。ジョローグムですか。ええ、逃しちゃったのはうちの会社なんで。ずっと責任感じちゃってまして。はあ、はあ、なるほど。あ、いやいや、お気になさらず。と、言うと。いや、今は参考で少々バタついてはおりますが、ジョローグモ創作の方にも人員は割いておりまして、そちらの報告もいくつか上がってきております。ああ、創作はしようし、話も上がってきとんやな。そうなんですか。私、気になります。教えてくださいませんか。なんだ？確かに問い逃がしちゃうんだったらさ、その後の動向も気にしてしまうもわかるけどさ、なんかそれだけじゃない何かあるのような感じの探り入れよるな。結構ですとも。あー、これ鼻の下めっちゃビローの伸びてるな。っていうかさ、顔というよりは鼻の下ってなってると思うな。顔全体が鼻の下っていうか、鼻の下が顔のメインの場所みたいになってますよ。メインのスポットみたいになってますよ、これ。お時間があるのでしたら、今から私と報告のあった場所の視察などはいかがでしょう。少しでも長い時間一緒におろうとするな、お前は。いいんですか。ぜひお願いいたします。たぶらかされてるな、課長。ついでにお食事なども。ああ、いやいや、さすがにこれは無粋でしたか。あ、なんかな、一ノ瀬さんを相手にできなくなったからちょっとムラムラしてんのかな。いいじゃないですか、お食事。なんだかデートみたいですね。しかもさ、ムラムラ課長とこの神田さんの思惑がすごい合致して、なんかやばい方向に行きそうやし。いやいや、そんな。メガネ曇るな。それじゃあ早速ですけど行きましょうか。神田さんもな、神田さんで怪しい動きしてるな。これで満足。さあ他者の勝負なんですけど、あ、レティクルが勝っとるで。てかレティクル強っ。結構いい猛者持っとったんじゃ。いやうちにぶつけられんでよかったーっていうぐらいのレベルのやつをぶつけてきとったぞ今。 S プラス A S ってやばいぞ。こんなん俺のところにぶつけられたら勝ち目なかったぞ。あ、まだイベント続く。おーい、帰ったぞ。お疲れ様ですよ、千代さん。うむ、ご苦労だったな。くそー、こうして、苦笑巡りもしなならんし、時間が圧倒的に足りんな。他の連中は？一ノ瀬さんは今日は長の方ですし、キリクさんは買い出し、メズさんはメンテ中です。メンテ何やってんだよ。メンテ、誰が何をやってメンテになってんだろうな、メズの場合。他の皆さんは八代さんと同じで、クショ巡りから帰ってきてません。
捕獲する猛獣が増えた分、苦笑に据えていくだけでも一苦労だからな。我らは二人で留守番だ。まあ他に手伝えることもないしな。何二人でババ抜きでやりよった。二人ババ抜きとかいうおもんないやつやりよった。ああはいはい、留守番ご苦労さば。ふうやれやれ。本当疲れですね。参考、今のところはなんとかなってるけど、どうやって進めていいか、つまり気味だしな。何にしても大手2社とはマンパワーが違いすぎる。合わないように避けてたのに結局勝ち合いますもんね。ねえ、おかげで余計な作業というか小競り合いが増えている。このままでは身が持たんぞ。摩擦があるよね。そうなんだよな、スルーしてくれやいいのに、なんであいつら因縁つけてきやがるんだ。私たちどうしたらいいんでしょうか。とりあえずなんとか隙間を縫うようにして立ち回っていくしかないな。だいぶ消極的ですね。しょうがない、こっちはさすがにチーム分けもできないしな。やっぱりチーム分けは無理ですかね。頭数はいるけど、それでも2チームが限度が。半人前のやつもいるし、他の会社との構想もある。分けるより固まってた方がいいと俺は思う。確かに亡者の相手ならなんとかなりますけど、業者さん相手だとお荷物ですもんね。そうやな、さすがにともりちゃんの場合さ、火を人に振り回すはさすがにやばやばな行為やな。そうなんだよな、余計な衝突が増えたのがきつい。まあさっきも言ったように隙間を縫って何度か亡者を集めていくしかない。この地獄もなかなかにギスってきたな。お、やけに上から目線だな。自分たちで首を絞めていることに気づかんとはな。いやマジでその通りって、何様のつもりだよ。言ったであろう、我が名は地獄講師。そう、地獄講師だってどっから来たってやだ。芸名なん、芸名なんか。ああ、はいはい、てかその設定まだ生きてたのか。いや待てよ、なんかチンドン屋にしてはなんか方向性が違う気がしないでもないし。私そもそもチンドン屋見たことないんで分かりません。亡者だとしても現世にこんな変なのいなさそうだし。そこは、そうだね、少なくとも私が生きてた時周りでは見たことないです。変わった民族やな、みえな。ということを踏まえた上で改め聞こう、お前一体何者だ。言ったであろう。あ、そう、今いいです。理解言うんじゃねえよ。いいから一体何者か教えてくれよ。知りたいか。知りたいであろう。でもどうしよっかな、我的にはもう少し引っ張ってから教えた方が面白そうなんだよな。あー、なんかその態度で冷めたわ。あ、実は私も特に興味なかった。興味なかった。正体がなんであれ、コウシちゃんはコウシちゃんですし。あれあれじゃないやな、行き詰まってんのにくだらんことで時間と意識を無駄に使ってしまった。ちょっと気分転換に出かけるとするか。どこに行かれるんです。パチンコでも行こうかなーなんて。ちょっと売店にでも行ってくる。突破口でも打っててくれりゃいいんだがな。そんなもん売っとるかな。おー、やつしろ、新兵器だって。荒稼ぎちゃんがさ、新兵器持ってきたらどうしようかなって思うけど、割ととんでもない新兵器とかあったらどうしようかなって。じゃあそんな売店を続けてやってみましょうか。あー、あとイベントが始まるわけじゃない、それとも買い物終わった後のイベントのパターンかな。従業員復活用のアイテムが欲しいんですけどないですね。ちょっと結構使ってしまってね。あー、あるわよみたいな。でも1個しか買えない。できるだけ仲間は知らさないようにしないといけない。金あるな。あ、いらんもん買ったんちゃう今。間違えた。いらんもん買っちゃった。もっと。いらっしゃいませ。って、なんだやつしろか。おお、邪魔するぜ。邪魔するんなら帰れよな。どれどれ。ああ、今日も変わり映えしないラインナップだな。今なんつったこら。もうちょいいいもん置いてくれって言ったんだよ。ここにあるのは蝶でも御用達のもん
いらないなら予想当たれや。いや、いいもんだってのはわかるよ。でもなもうちょい斬新なものが欲しいなって、例えばドラえもんの秘密道具みたいなもんないかなって。くっそ、じゃあどんなのが欲しいんだよ。拷問器具、一発で敵が倒せる武器とかアイテムとかさ。ちょっとからかってみただけだ。なんだ、いつもの覇気がねえじゃんか。新しい朝礼とかでバタついてんのもわかるけどよ。まあ考えることも多くてな。ん？なんだい？あははははははは。今のは神田ちゃんと総務課長。二人してこんなところで何よ。いや、どこかへ行くつもりか。あ、あのクソ課長のやつ、カナダちゃんの腰に手を回してやがる。あー、パパラッチ、パパラッチ発動して、パパラッチ。おい、やっしろ、フライデー始まりましたよ、これ。フライデー起きましたよ、この町の総務課長の人がさ、女に手回してるよ、お前。しかも相手は、業界ナンバー2の社長、レティクルのカナダさんというね。おい、これスクープになりますよ、これ。高く売れますよ、これ。もう、なに？全然聞いてなかった。てめえ、人がちょっと心配してやってんのに、なんだその態度は。なぜちょっとぼんやりしてただけでそこまで言われなきゃなんねえんだよ。はあ、どうしたもんかな。カナダちゃんは心配だし、仕事はうまくいかんし、店員はうざがらめしてくるし。なんだとこら、喧嘩売ってんのか。はあ、まあどうした もうこうしたもんねえか。地道に稼ぎを上げていくか手はねえしくな。だから人のことほったらかすなよ。いい根性してんなてめえ。はいはい、また買い物に来るから、なんか面白いもんでも仕入れといてくれるよな。次来た時すごいもん履いとったらな、期待ですな。そこまで言うならばやってやんよみたいなことにならんかな。